マイク・ミニョーラはアメリカ合衆国の漫画家、カリフォルニア州バークレー生まれ、代表作はヘルボーイ。マイケル・ジョーゼフ・ミニョーラは1960年9月16日、カリフォルニア州バークレー市で生まれた。幼い頃から幽霊やモンスターを好み、13歳でブラム・ストーカーのドラキュラを読んで、以降はビクトリア朝時代の文学と、 民間伝承に強い関心を持った。1980年からコミックファンの導入しザ・コミックリーダーにイラストを寄稿し始め、1981年に初めて表紙を描いた。1982年、カリフォルニアカレッジ・オブ・ジ・アーツをイラストレーション専攻の美術学士号を取得して卒業し、モンスターの絵を描いて暮らす夢を持ってニューヨーク市に移り住んだ。 1982年、マーベルコミック社で、ペン入れ担当として、マスター・オブ・カンフーを手掛けるが、下手すぎて仕事が来なくなり、編集者の助言で、下書き担当に転向する。この時期の、マーベルファンフェアや、サブマリナーの評判は高く、他の仕事も来るようになる。1983年、デアデビルや、パワーマンアイアンフィストなどの作品に、ペン入れ担当で参加した。 後に、ハルクなどの作画を担当した。1988年から1989年にかけて、ジム・スターリンの脚本で、DC 系スーパーヒーローのクロスオーバー作品、コズミック・オデッセイ全4巻を刊行した。ダークナイト、ダークシティなど、いくつかのバッドマンシリーズの表紙も手掛けている。1990年代初めまで DC とマーベルの漫画雑誌で表紙や、 バックアップフィーチャーを手掛けた。1993年にダークホースコミックスに遺跡したミニオーラは1994年に初のオリジナル作品ヘルボーイの第一作破滅の趣旨をジョン・バーンの脚本で刊行した。これ以降のヘルボーイシリーズはミニオーラ自身が脚本も書いている。しかし2007年からはダンカン・フィグレドやリチャード・コーベンなどが作画を 担当するようになり、ミニオーラは、脚本と表紙のみを担当するようになった。スピンオフ作品、BBRD は、ジョン・アーチュリーが、脚本、ガイ・デイビスが作画であり、ミニオーラは、表紙を描いている。2008年の読み切り、インザ・シャペル・オブ・マラクは、2005年の、ザ・イーソランド以来初めて、ミニオーラが、脚本と作画の両方を手掛けた作品である。2012年末から始まった。 シリーズ、ヘルボーイ・イン・ヘルは再びミニオーラ自身が作画している。少年時代からの超自然的、神秘的なものに対する思考から、コントラストが強く影の多い画風が生まれた。1980年代末までに、現在のスタイルを確立したミニオーラは、それにふさわしい作品として、ヘルボーイを作った。アラン・ムーアは、ミニオーラの画風は、 ドイツ表現主義とジャック・カービーの出会いだと述べた。彼の画風はまたジャック・カービーとアレックス・トスの融合とも評される。絵のコントラストが強い理由として、パッと見てすぐわかるような絵を目指し、不必要なディテールは省略していると話す。過去にホルスターを描くのは好きだが、銃を描くのは苦手だと語っている。フランシス・フォード・コッポラの映画、ドラキュラにイラストレーターとして参加し、 この映画の漫画版も執筆した。ディズニーのアトランティス失われた帝国ではプロダクションデザインを担当した。また、同じギーレル・モデルトロ監督のブレード2のコンセプトアートを担当した。バットマン、コッサムバイガスライトのためにミニオーラがデザインした1880年代のバットマンのコスチュームはテレビアニメバットマン、ブレイブボールドにも登場した。 2004年にギレルモデルトロ監督で実写映画化されたヘルボーイの制作にはミニオーラ自身も深く関わった。2008年に続編となるヘルボーイゴールデンアーミーが公開された。この間に DVD でアニメーション映画ソード・オブ・ストームスとブラッド・アイアンが発売された。2006年ミニオーラの短編脅威のネジ・頭のアニメ版が サイァイチャンネルで放送された。2012年公開のメリダと恐ろしの森のために建築物のコンセプトアートを描いた。翻訳のみを挙げる。完全なリストは英語版記事を参照。クリストファー・ゴールデン共協サシエはミニョーラ。ありがとうございます。